今行き止まれちゃんって言ったのかな。しまった出口押せ。しまった。はいどうも、楽しい仕事の時間ですよ。ありがとうございます。木島大好きなあの九州カッポン、カッポン、カッポン料理じゃないけど、九州出身のカップル、大分出身のお二人が昨日いらしてくださいました。ありがとうございます。いただきました。朝ごはんにしますと、もう予告しましたんで、うま酒は王林ソーダとございます。これは彼女さんが大好きなやつだそうです。もち食感ロールとございます。いただきます。本当にね、良き二人、良きお二人なんですよね。好き、安心する、安定感がある、なんて良きお二人なんでしょうか。あ、美味しい。リンゴの中の、リンゴの中の王様、王林。あ、そうなんだね。あ、美味しい。元気出ちゃうよこれ。たくさん食べてくださってね、持ち帰りまでしてくださって、いつもありがとうございます。と思ってるんです。ありがとうございます。嬉しいです。美味しいよ絶対。冷やしたからね、ちゃんと。そうです、ほら、うん、うんうん、あー美味しい、あー美味しい。まるでもうあのお二人のような、この優しさに包まれた味、柔らかい、柔らかい。ガンガンギャンギャンしてないんですよ、本当に。いい感じなの、本当にいい感じ。優しさがにじみ出ておってね、幸せな気持ちな。ペアロックいいね、ペアロックね、うん、したいって思ったことは一回もないけど、って思ったことは一回もないけど、人がやってるのを見て、うわあすごいいいな、素敵だなって思う、うん、本当に思うよ、そんなもん。素直にそれは思うよ。自分がしたいとか自分好みがどうかっていうのとまた別の話ですから。ジョーの一回で食べる量じゃないかなこれ。今の僕はですね、手のひらから伝わるわ。こんにちは。心を溶かしたでしょ。何も変わらないと思っていた、あの頃に。ガオさんか。手のひらから、ちょっと違うか。山口県出身ですね。山口県出身。ドラマーの大谷さん、お元気ですか。
僕が東京でできたばっかの頃だね。一緒に働いてた仕事では僕は若干ちょっとだったんですけど、まあでも同期みたいなね。お元気ですか。ジャズドラマもう途中で変更したかもしれないですけど、当時あいつだった、僕が19になる年、大谷さんが24になる年だったかな。大谷さん、大谷さんごめんなさい、一人で少しだけ元気かな。みんなは今も何してるかな、また会いたいね。ハンバーグ、ステーキの食いしん坊、ダブルワーク、トリプルワーク、その前荷揚げをやってたんですよ。すごい優しいお兄さんでしたね。あと所島の吉野さん、懐かしいな。ああ吉野さん懐かしい。いやーね、もうほんと皆さんに育てられて、右も左も分からないっちゅうのは本当本当にそのことでね、分かんなかったんですよ。何を言ってるのか全然分かんなかったもん。よく生きてられたよな。帰りのね、電車賃がなくなって、バカだよね、ほんと。駅員さんに借りたもんな。駅員さんに借りたんですよ。人質で免許証を渡して、ごめんなさい、明日家からも、お金持ってくるの忘れて、壁風とこびたいみたいにして、片道切符で出てきちゃって、ね、定期も持ってなかったのか、当時は。まだ始めたばっかだったんだ。で、電車賃がいくらとか把握してなかったんだな。で、帰りなくなった。東西線の神楽坂の駅、駅員さんに借りて、ごめんなさいって必ず返します、ね、免許証を渡して。やったもんだよ。毎回じゃないです、一回だけです。スイカとかの時代じゃないからね。あそこの神楽坂の歯医者さん、すっげえ綺麗だったな。びっくりしたな。男の先生にしか見てもらったことなかったから、当時19歳の僕としてはびっくりしたね。なんて綺麗なんだ、あの歯医者さんの名前忘れたわ。なんて綺麗な歯医者さんがいるんです。あー、びっくりした。19歳の僕には刺激が強すぎた。東京すげえな、東京の歯医者すげえなって。そんなこともある。話した。いやでもあの歯医者さんはすごい感じ。すごい歯医者さあ鼻かみます。なんで歯医者さんなんだよ。全然思い出せない。これ答えを聞いてもそれだとはならない。分かんないから。人生、今振り返ってもね、人生最高の歯医者さんでしたね。治療の技術もだけど、治療の技術の話だけじゃなくての話、技術の話っていうのはもう最高の歯医者さんたくさんありますから、それ以外の部分もすごかったから。いや久しぶりの、何年ぶりに思い出したあの歯医者さんのこと。ああ楽しい、いい歯医者さんだったな。もう通いたくなっちゃうな。ご上手だな。ありがとうございます。面白い町ですよ、トンですよ。週に1回撮ってください。うん、撮ってください、トンの写真は、ということで大好き大分出身カップルからいただいたケーキとソーダ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。ジャズドラマーの大谷さん。
山口県出身の。当時ハンバーグの食いしん坊とジュースキオスクに運んだりアンパンキオスクに運んだりとかする仕事、木島と一緒にやられてた大谷さん、もしお友達お知り合いの方いらっしゃいました、木島がね大谷さんにお会いしたがってたぞと、大谷さん元気かなと言っておったよということで、ぜひお伝えください。今日もとっても美味しかったです。お疲れ様でした。おばあちゃん。